玉飯魚ニュルは、トルコサムスン出身のサッカー選手、トルコ代表。ポジションは、ディフェンダー。スユペルリグのベシクタシュ JK 所属。サムスン県から巨位に生まれ、6歳の時に、家族でブルサに移住する。1999年に、ブルサヨルスポルデキャリア、それも、ゴールキーパーとして、キャリアを開始したが、いくつかの試合に出場した後に適性がないと告げられ、 また、何人もの若手ゴールキーパーの加入により、フィールドプレイヤーに転向することになった。当初は、あくまでも、趣味として、サッカーに取り組んでいたが、ウィングとして起用されて、以来、真剣に向き合い、一つ上の14歳から16歳の、カテゴリーでは首相を務めるまでになっており、ディフェンダー、ミッドフィールダー、フォワードといった具合に、様々なポジションを経験し、ブルサスポルセンにおいては、 リベロとして出場しながらもハットトリックを達成する活躍を見せた。その活躍に相手クラブのスタッフから契約打診をされたものの、ブルサスポルへ行った同僚の失敗例を見たことで参加を断り、その後、ガラタサライ SK を率いるファチテリム監督からも関心を寄せられてイスタンブールへ渡った。しかし、最終的にガラタサライと契約することなく、 2002年に現地レルビル DSK に入団した。アンカラオホームに構える現地レルビレーの A2 リーグのチームでは1年目に19試合で2得点を挙げる。翌年には現地レルビレーの参加チームであるハジェッテペース K へレンタル遺跡に出され、2003から04シーズン終了後に完全移籍した。 ハジェッテペでの最初の2シーズンで48試合8得点を記録して2回対1、リーグ昇格に貢献すると、その活躍を見た現地レルビレーから2005から06、シーズン開幕前に呼び戻されたものの、負傷により長期離脱を余儀なくされ、同チームでのデビューを果たすことはできず、冬の遺跡市場で再び、ハジェッテペへのレンタル遺跡に出された。すると、ハジェッテペは、 スユペルリグ昇格を達成し、4年間の在籍で2度の昇格を経験することとなった。さらに同シーズンは T カ会1リグの最優秀選手賞も受賞し、それが2007から08シーズン開幕前に競合フェネルバフチェ SK への移籍につながった。一石初年度はジーコ監督の下で、 クラブ史上初となる UEFA チャンピオンズリーグ2007から08ベスト8進出と躍進するチームの中にあって自身もトルコのカフーとの異名をつけられるほどのパフォーマンスを披露した。2009年8月24日のディアルバクルスポル戦で遺跡後初にしてトップリーグでの初得点を記録するとその後も中心選手の一人として活躍し2012年6月に 契約を2015から16シーズンまで延長した。2011年11月11日、代表での魚ル世代別代表に招集されたことは、なく、2007年11月27日の UEFA ユーロ2008予選でのノルウェー戦で A 代表デビューを果たす。すると、その後3試合に出場し、UEFA ユーロ2008の暫定26人のメンバー入りをしたものの、 最終的に負傷によって落選した。2011年3月の UEFA ユーロ2012、予選のオーストリア戦において初得点を挙げた。出展、代表での得点 ABCGNL アダム、ガーコン GN、リットル、フェナーバスビーツセビリアオンペナルティス、ツーリーチチャンピオンズリーグクォーターファイナルズ、ターキッシュキャフカミングツーザボイル、 ガーコン GN、リットル N、エレックゴール。フェナーボズエクステンドクリスティアンバロニアンドガーコン GN、リットル、エスコントラクト、イーステノーブスメシンダゴーニュージェリーフィシーダンガーコン、ミューセザシー。ユーロ2008コドロースオスクローンド、インジュリーエンズガーコン GN、リットル、エスユーロホープス、ダーキシーンビズデイ、ガーコン GNUL。 ターキッシュフットボールフェデレーション2014年12月1日、閲覧、極半魚ニュールダッシュ n a t i o n a l ダッシュ FOOTBALL ダッシュ TEAMS.com。ありがとうございます。